こんにちは、皆さん。金沢美術工芸大学の前に来ています。初めて知らない人にインタビューをするのでとても緊張しています。今、秋山くんを待っています。会えましたっていう。ああ、どうも。大丈夫、大丈夫です。どうも、秋山正樹さんにちゃんと会えました。はい、今からお家がアトリエなんですよね。そうですね、今自宅兼アトリエでやってます。一応学校にも僕のアトリエがあるんですけど。そうですよね。けど、まあ、今秋山さんが住んでいらっしゃるお家に着きました。そうですね。お邪魔します。じゃあ秋山さんが借りている古い家ですよね。古い家のツアーをしたいと思います。これが玄関でしょ。玄関です。これは玄関です。鍵がなんと閉まりません。鍵が閉まらない玄関です。入りづらい雰囲気は、そうですね、入りづらい雰囲気があるので、大丈夫だと思います。これは何ですか。これが、まあ、そのいただいたこの額っていうか、額付きのすごい、こういうのに、まあ、紙を貼ったり、下地を塗って絵を描いたりするんですよね。福くんです。これは トイレなんです。トイレなんですね。一応見ました。お、すごい、なにこれ。これが、これは何ですか。これ電気スイッチです。電気、これが電気、電気ですね。電気がついて、見ますか。ちょっと見てないですけど、はい、いいんですか、むしろ見ても全然いいですよ。和式なんですよね。本当だ、すごい。男子は男で住んでるんで、まあ、そこは助かるのと、まあね、あとはその奥が電気ついてる。あ、今その紐引っ張って。これ和式ですか。そうです、和式です。わ、すごい、和式だ。まあ言うたら和式の方がいいですよね。うん、同棲してたらなんか、うん、皆さん和式です。和式。それがいいです、いいですね。和式、そうです、珍しいですもんね。うん、福君嫌がってないですかね。大丈夫です。ここは洗面所ですね。ごめんなさい、ここもめっちゃ汚いです。汚いし、奥がシャワールーム。あ、すごい、はい、シャワールームというかお風呂です。結構広いんですけど。うん、そうですね。これって、築何年ですかね。築何年やっけ。ただ、こんにちは、お邪魔してます。大丈夫です、大丈夫です。そんな気使わないでください。ここって築何年です。今、ここって築何年やったっけ。ここって、あ、出ないね。出てもいいけど。ここって築何年やったっけ。70年らしいです、らしいです。築70年らしいです。彼は裸で寝るし、てか、秋山さんのは二人暮らしをしています。はい、そうですよね。こんにちは。はい、まあ、彼はちょっと。二人暮らしをしていて、はい、同居人、一緒に住んでいる方は今、寝て起きたんですか。はい、起きたんですよ。起こさなかった。今、起きたみたいなので、なんかこれすごい、これ何ですか。あ、これが、電源、この家の電源で、2回この家の電源、通電してなくて、通電してないやつ、ね、なんで、ここから電源を、すごい。はい、どうぞ。本当に彼女さんもいらっしゃるのに、寝てるのに、素敵ですね、Tシャツが。こんにちは。映ってるんですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。本当にごめんなさい、準備してなくて。いや、全然もう、全然準備しなくて、本当に大丈夫です。秋山さんと、深田くんと、福ちゃんです。福ちゃん、頭の悪い猫です。まあ、基本男、この男さんに。これすごい。あ、これが、パレットっていうか、
僕もうめちゃくちゃでかい絵描くんで、はい、そうですよね、めちゃくちゃ大きいですよね。そうですね、だからちっちゃいあのパレット、はい、パレット、まあ絵の具出すやつ、まあ絵の具出しとくやつだとちょっと足りないっていうか、普通に絵の具こっちに出して、ここからあのキャンバスに絵の具を塗っていくんですけど、まあそのこれがちっちゃくてあまり使い勝手が悪いんで、ということでこのサイズのキャンバスすごいですね。パレットにしちゃって、これで調節してるという。そうですね、これで、まあ、絵の具出して、だからこれで。ですか、これは本当に。ダイキンのかなり古いエアコン。これはもう水が出るだけ。外に出ちゃうから。ダメ。やっぱ外に出たらダメなんですか。なんかいっぱい、やっぱり漫画は好きなんですか。あ、なんか前の住人、その前一緒に住んでたやつ。なんか置いてったんですか。あ、で、そう、彼がそのエロ漫画家、今、はい、エロ漫画家で、その、え、彼はエロ漫画家なんですか。あ、そうですね、エロ漫画家で、こうなんか資料として、本当だ、本当だ、エロ漫画いっぱい、エロ漫画がいっぱいある。そう、だから、エロ漫画を、ちょっと待って、前に住んでいた彼が、はい、漫画家さんなんですよね。あの漫画家、そうですね。そうですよね、はい、漫画家さんなんですけど、エロい漫画家さんなんですよね。そうですね、エロいけど、ね、そう、あのエロい漫画家さんだったので、はい、彼が残していったエロい漫画がここにあるんですね。はい、そうです、そうです。そうですね。まあ、簡単に説明するとそういうことですよね。で、もともとダンサーに映ってないや。借りて、あと僕が乗ってる。あ、そうなんですか。僕は、あ、本当だ、本当だ、本当だ、すごい。こんな感じで深田も乗ってんねんな。乗ってるよ。ね。すごい。ここに乗っています。はい、秋山さんが乗っています。連絡が来て、ケース。だこれが自画像ですね。はい、これが規格で言ったら130号って言われるやつで、サイズの規格で言ったら大きいですね。そうですね、高さが1m90cm。 卒業したんですか。してないですよね。あの大学の学部、大学の時にの卒業制作で、はい、はこれの次の回転やつが 2m60cm。 本当だ、庭があります。え、ちょっと待って、庭？これが一応庭的な庭。これはキッチンですね。これがキッチンです。一応。これはこのスペースは。ですね、まあ一応だからブルーシート広げて、はい、作成できるように。そうです、そうです。これがまあイーゼルっていうキャンバスを立てる道具なんですけど、これね、今、はい、パレット置いてて、ちょっともう絵の具いっぱいついてるんで危ないんですけど。すごい、なんか男の人の家って感じですね。すごい、たわしだ、たわし。前に出るんですよ、結構、ね、え、てか、ムカデ出ないですか、今年。あ、出ました、さこの前、一匹出た。この前ね、ウィリム出たよ。あ、そう、半端ないムカデ。これは一体何なんですか。あ、これは、深田くんへの誕生日プレゼントで買った。これは初音ミクさんですか。そうです、それはもうなんか前の同居人が、そうな、久保田が置いてったフィギュアとか。これ初音ミクだよ。だってここにミクって書いてある。ほら。海外であったら初音ミク有名です。有名ですよ、有名ですよ。これ幅が狭いんで。うん、昔のやつ。酔っ払った人が。うん、絶対やばいってこれ。見てるんで。これが個人で注目します。すごっ。これ何ですか、ここ。これは制作部屋なんですけど、僕は今作ってないんで。あ、すごい、これ絵ですよね。これは僕のじゃないです。すごーい。海だなって思う。なんだこれ。それはなんか海で拾ってきた文具を石膏ってこういうなんか型に取るんですよね。型に取ってそれをなんか粘土を込めていくとこんなのあるんですね。できるって感じですね。すごい。まあ、ここら辺は趣味集めた電動工具とか。趣味集めた電動工具、結構木切ったりとか。すごいです。単純に木を雑に切るやつです。全部木を切ったり。これは割とよく使う。これおこれはグラインダーつって、鉄とかをこう鉄があるとしてこう鉄切るんですか。って曲げて切ったり加工したり。で、彫刻ですもんね。そうです。
石とかも削れるんですよ、これで。これで。うん、ちょっとこの刃を変えればね、こう。やばいやばい。ハサミみたいなやつですよ。おぉ。ん？これ、飛び出しくりって、あの、これ飛び出し注意。これ飛び出し注意の、あれですか？なんか、道路にある。そうそうそう。すごい、この、なんか、金槌。金槌、これ。見たことない大きさの金槌ですけど。もらってきて。いやでもね、使えるって俺こちらやってこれは木に穴を開けるだけもそうですよね木に穴を開けるだけもなんか面白い方ですね僕はやばいやばい彼は友達みたいとかあるのでここでここで深田さんのアトリエでしたってことですよねお邪魔しましたえっと秋山さんと、はい、深田さんですよねそうですよね京子と同じ文字そうですよねあのー、じゃない感じ、はい、あ別に僕興味っていうか高校が美術科の高校だったんですよね奈良県のでまあそれをに入った理由っていうのが、まあ、女子が多いからっていう理由だけで入っちゃって、で、まあ、その下心で入ったわけですけど、まあ、結構、その美術科に、はい、入ったんですけど、まあ、なんか理想と全然違うっていうか、その、はい、で、まあ、高校で油絵初めてやって、うん、最初めっちゃ下手だったんですけど、まあ、なんか、うまく、なんか練習して上手くなって、ちやほやされてから、まあ、そう、なんか、本気でやるかって。あでも本当に不純ですね、本当なんかそうですよね僕は、なんか、もともとなんか美術とか興味あったんですけど、はい、まあ、やるのに踏ん切りがつかなかったんですけどで、まあ、その時好きだった女の子が、はい、美術系だよ美術マジで美術やってたからマジでそうですよなんかそうですよまあまあ、きっかけしかないんですけど、本当にえ、ちょっと待ってそれは大学ですか高校は別にあ、僕、高校は普通の高校だったあ、なるほど高校は普通の高校なんですけど、うん、その時好きだった女の子が、あの美術系高校通って美術系高校に通っていらっしゃったのでそうじゃあ僕も美術系大学行くんだろうなやつもって考えたらじゃあ僕も行けばいいんじゃねってすごいよねそれは一途やね現役でこう適当なむさびって、むさびとかたまびってあるじゃないですか。あります、ね、そこら辺行けば会えるんじゃねって思ったんですけど、その時の。東京なんで僕。そうですよ、ね。地元が。東京の美術系の大学で会えば。そこから会えるかなってこと、ね、そう。まあ結局ここに来たんだよね。そう。しかもその彼女は、俺よりもっとすごいとこ行っちゃって、東京芸大行って東京芸大トップオブトップ行ってってなって笑いましたね全然じゃないです全然なんかその言うたら秋山さんはじゃあはいそのビジネスとかでその、うん、結構トップとかすごいもう先見の目があってちゃんと世間を見れてる人からしたら、うん、美術はだいぶ大事なものっていう。だから、そういう、はい、あるし、まあ確かに言う、その人らが言う通りだとは思うんですけど、うん、そこまでの、何、余裕が、そういうこまで考える余裕がある人がそもそも日本人少ない。少ないですよね。から、っていう意味で言ったら、理解度は低いと思いますね、うん、全体的に。みんな左脳的な考えが多いっていうか、うん、ビジネス脳が多いかなっていう感じがしますね。なんか。いや、もちろん。で猫アレルギーの深田さんはあの、はい、どういうふうに思われますかその、アートの位置日本における日本におけるまあそんな本当高くないと思うんですけど、はい、みんな美術館とかそんな行かないじゃないですか、うん、なんか結局こう行ったとしても日本ではね、うん、日本の人はで、まあ、行ったとしてもインスタ映えイエーイみたいな感じだったりするじゃないですかそれってなんか結局表面しか見たいわけ、うん、美術のね、うん、本当はもうこう作った人の本心とかを、うん、こうどういう感情で作ったのかというのを、うん、もっと見て感じる心が大切だと思うんですけど、うん、そういうあれがあんまりない気
気がしますね。なんか。なるほど。顔をだって描きたいって書いてましたもんね。そうです。だから、うまい絵を描きたいんですよ。うん、技術に富んだ、そう。誰が見ても、はい、誰が見てもうまい、うまい絵が描きたい、うん。素敵だなって思う。あ、そうですね。なんか、基本的にはうまい絵が描きたくて、うん、で、けどそれだけじゃ、その、面白くないんで、うんうんうん、そう、なんか自分の味っていうか、うんうんうん、特色出すためにも、まあ、こういう色使いで組み立てる。うんっていうのをやってます。色に目覚めたって言ったらあれですけど、うん、あのもう目指してた人がは結構人の肌の色を大事にしながらその隙間から青色が見えたりっていうのがあって僕もだから隙間から青色を見せるぐらいだったんですけど、うんうんうん、その色が綺麗やなって思ったんですよね。なんか急に、うん、これで描こうかってなんか急なんですよ本当に。なんか急にでこれで描いてみたらどうなんねやろって最初に描いたのがあるんですけど、それは見事に展覧会で落選して、あもうじゃあ今度は入選できるようにこの色味とかこういう描き方でも勝負できるように極めようっていう、うんうん、なんか逆に落選してくれたおかげでそういうふうに思えて今はこれこういうスタイルになった。暇だからじゃないかな暇だからもう、うん、うん、言うてまあまあ、暇だからね暇だからでしょ、だってまあまあまあ、確かにな。まあ、だってみんな暇だから絵描いたりするんでしょ、だって結局、うん、まあまあ、いや、別に時間があるからやな、うん、まあでも、まあ、彼と同じようなこうなんかこう昔は物事を広げるために使ったんで、うん、でそれがだんだん自己表現とかにシフトチェンジしてたんで、うん、こう、まあ、そういうことじゃないですかね。もうよくわかんないや僕。寝起きだからそんな考えられないあ、僕は好きですよ。あのなんか人混みが嫌いなんで。あの東京結構嫌いなんですよ。なんか東京には行きますけど、その展示とかあるんで、どうしても行かなきゃダメなんですけど、住みたいとは思わないですね。うん、僕も好きですよ。なんか海と山と川が全部あるのが。あ、てか海あんのでかいわ、うん。奈良県海ないんで。あ、そうですよね。奈良県海ないね。奈良県海ないんですよ。あ、僕はサッカーですね。一応サッカーっていうか、なんかアバウトにどういう作家とかじゃないですけど、一番の夢は有名になりたいです。有名人になりたくて、うん、でその手段としてそれ何でもいいんですか、手段は。あ、僕有名になれば何でもいいんですけど、うん、だから今の一応有名になるっていうのはやっぱ芸能人系じゃないですか、メディアとか、まあ、そうですね。なんか他にも有名になる手段があればそれでもいいんですけど、だからその知名度を上げるための武器として今アートを選んでるわけで、自分の武器としてアートを選んでると、はいはい、だから有名になるのがもう夢ですね。夢うん、なるほど、はい、まあ、まあ今後60年間人生あるけどまあ作品をずっと作っていけたらいいなって思っていますね。作品を作り続けたい、うん、まあ、それ以外は特にないかなって感じですね。単純に作りたいだけなんで、作りたい、作るのが楽しいってことですよね。うん、そうですね。鍵が鳴いてる。